東に向かえっつってたから、この向きに走っていくか。駆け抜ける作戦しましょう、また。今宵もまた駆け抜ける女、おゆうゆう。何でも駆け抜ければいいと思ってるから。今までそれでやってきたからよ、VTuber も。俺はいつだって走り抜けてきたんだよ、この3年間を。そして4年目も走り抜けんだ。ダメなんすか？開かない。それではやっていけないってことですか？すいません。厳しい？あ、これか。OK。で、あとは、さっきのところを走り抜けてく。おったよー。ゴールも違う？あー。はい。というわけでね、いきまるの方のプレイをしてましたね、ずっとゆいはね。はーい。じゃあ反対側に行きましょうね。はーい。はい、未知の世界ね、行こうね。こいつはこっちだ。はーい。目的の場所も違えば、ゴールも違うんですね。これがね、天柱が何度も遊べる理由ですね。オッケーでーす。今かっこいい音した。なんか、パチンコの当たりみたいな音してなかったの。キュイーンって。ほら、パチンコの時みたいな音しなかった。遠くで刀で戦ってる人がいる。あ、なるほどね。当たってんね、みんな。ここのホール、すごい当たりますね。今日なんか周年とかなんですかね。寝台入ってるんですか？詳しくないんですけど、あんまり。わかりづらい。当たってる、また。みんな当たってる。なんで？ゆうゆうだけ当たってないんですけど。なんでゆうゆうは当たらないんですか？ゆうゆうも、当てて？当てて？当たってんなぁ。なるほど。天柱も VTuber も一筋縄じゃ走っていくだけではダメということですね。はい。